市。カトリック教会の修道会であるイエズス会の創立者の一人にして初代総長。バスク人。同会の会員は教皇への厳しい服従をモットーに世界各地で活躍し、現代に至っている。ロヨラは礼ミサオの著者としても有名で、対抗宗教改革の中で大きな役割を果たした。カトリック教会の成人で記念日は7月31日である。イグナチオ・デ・ロヨラことイニゴは、バスク地方のギプスコア地方アスペーティアにあるロヨラ城で生まれた。13人兄弟の末っ子だったイニゴは7歳で母を失い、1506年に親戚の騎士でカスティーリャ王国の財務官を務めていたフアン・ベラスケス・デ・クエラルの従者となった。1517年以降、イニゴは軍務について各地を転戦したが、1521年5月20日に行われたパンプローナの戦いで、式中に飛んできた砲弾が足に当たって負傷し、父の城で療養生活を送ることになった。療養生活の間、暇を持て余したロヨラは、騎士道物語が読みたかったが、そこにはなかったので仕方がなくイエス・キリストの生涯の物語や聖人伝を読み始めた。やがて彼の中に聖人たちのように自己犠牲的な生き方をしたいという望みが生まれてきた。彼は特にアッシジのフランチェスコの生き方に影響され、聖地に赴いて非キリスト教徒を改宗させたいという夢を持つに至った。聖人に憧れるあまり彼は自分の名前をイニゴからイグナチオに改めている。健康を回復すると、ロヨラは1522年3月25日に、モンセラートのベネディクト会修道院を訪れた。そこで彼は、世俗的な生き方との決別を誓い、一切の武具を聖母像の前に捧げ、カタルーニャのマンレザにある洞窟の中にこもって、黙想の時を過ごした。そこでロヨラは、啓示を受けたとされている。ここに至ってロヨラは、世俗の出世を捨て、ひたすら我が身を聖母に捧げることを誓った。それでも、以後の彼の言葉の中には、軍事的な用語やイメージがよく用いられている。この頃、ロヨラはすでに、礼ミサオの原案とも言うべきものをまとめていた。これは、彼のもとに霊的指導を求めてやってきた人に対して、言った一連の黙想のテーマ集であった。礼ミサオの影響は、イエズス会にとどまらず、以後のカトリック教会全体にまで及ぶことになる。資本着色聖母子15原義、生体秘石図、画面下の前列にロヨラとザビエルを描く。隠れキリシタンの里であった大阪府茨木市の、カオトワ地区の民家から発見されたもので、イエズス会のセミナリオで、西洋絵画の技法を学んだ、日本人画家による作品と推定される。ロヨラは、スペインのアルカラ大学を経て、1528年に、フランスのパリ大学へ入学し、一般教養と神学を学んだ。パリでは7年学んだが、多くの人々が、ロヨラの霊的指導を求めてやってきた。その中で1534年までに彼は6人の重要な同志を得ていた。フランス出身のピエール・ファーブル、ロヨラと同じく、バスク出身のフランシスコ・ザビエル、スペイン人のアルフォンソ・サルメロン、ディエゴ・ライネス、ニコラス・ボバディリア、そして、ポルトガル人のシモン・ロドリゲスであった。1534年8月15日、ロヨラと6人の仲間は、モンマルトルの丘に登り、サンドニ記念聖堂で、唯一の司祭だったピエール・ファーブルの建てるミサに、預かって、神に、自分の生涯を捧げる誓いを立てた。世に言う、モンマルトルの誓いである。彼らの立てた誓いは、今後、7人は、同じグループとして活動し、エルサレムでの宣教と病院での奉仕を目標とする。あるいは、教皇の望むところならどこでも赴くというものであった。これが、イエズス会の始まりである。1537年、7人は、教皇から直接修道会としての許可を受けようと、ローマに向かった。時の教皇パウルス3世は、一同の知的レベルと志の高さを認め、司祭除会と聖地巡礼の許可を与えた。6月24日、ベネツィアに赴いた一行は、アルベの司教から司祭除会を受けた。当時、イタリア半島では神聖ローマ皇帝カール5世や教皇、オスマン帝国を巻き込んだ戦いが行われていたため、聖地への渡航を諦め、当面はイタリア国内で説教と奉仕活動に専念する方針を立てた。1538年10月、ファーブル及びライネスを従えて再びローマに赴いたロヨラは、教皇から修道会の会見の認可を得ることで正式な許可を得ようとした。会見を審査した枢機教団は好意的な評価を下し、パウルス3世は1540年9月27日の会直、レジミにミリタンティスで会を正式に許可した。その際の唯一の条件は、会員数が60名を超えないことということであった。この制限も3年後の1543年3月14日に出された会直、イニュンクトゥムノビスで撤廃された。ロヨラは会の最初の総長に選ばれた。彼は会員たちを欧州全域に派遣して、一般学校と神学校を各地に創設させた。ローマにおけるカール5世の名代を務めていたホアン・デ・ベガは、イグナチオと会談し、その志の高さに感銘を受けた。ベガは、シチリア総督に任命されるとロヨラとイエズス会員を同地へ招き、メッシーナに大学を開かせた。メッシーナの大学は評判を呼び、その教育システムは、以後のイエズス会学校の雛形となった。1548年、レーミサオの決定版が出版された。この時、同書の内容に関して、ローマの異端審問所で審査を受けたが、すぐに解放された。ロヨラの書いた1554年版会見は、イエズス会をピラミッド型の組織として、規定、会員に冗長と教皇への絶対的服従と自己犠牲を求めた。ロヨラは、軍隊のごとき服従という表現を用いている。彼のザウの銘がそのまま、イエズス会のモットーとなった、神の、より大いなる栄光のためにである。イエズス会の精力的な活動は対抗改革の原動力となった。1553年から1555年、ロヨラは自らの生涯を振り返って自伝を口述し、秘書のゴンサルベス・ダカマラ神父に書き取らせた。この自伝は、レーミサオの精神を理解する上でも重要な資料となっている。同書は150年近く書庫に秘蔵されていたが、ボランディストらによって、聖人伝が出版された際に、初めて公刊された。同書の批判版画も1943年に、イエズス会歴史総書の第1巻として出版されている。ロヨラは1556年7月31日に、ローマで死去。1609年7月27日に、教皇パウルス5世によって列服され、1622年5月22日に、グレゴリウス15世によって列聖された。ありがとうございます。